統合住居は、日本の銀行か、実業家、学校法人東日本学園理事長。日本ラット株式会社顧問。日本銀行国際局局長。株式会社日本債券信用銀行等取。株式会社大阪造船所代表取締役社長。株式会社大造代表取締役社長。日本ラット株式会社取締役社長などを、歴任した。 東京都中野区出身。父は北海道拓殖銀行の公員であり、小学生の頃は北海道函館市や八雲町に暮らしたこともある。東京大学に進学し、法学部にて法学を学び、1966年に卒業した。1966年日本銀行に入校した。日本銀行では主として国際畑などを歩み、高松支店の支店長、 政策委員会室の室長などを経て、国際局の局長を務めた。統合が陶取を務めた日本再建信用銀行1996年、壊れて日本再建信用銀行に転じ顧問に就任した。それから1年ほどの間に、日本再建信用銀行の常務、副陶取などの要職を歴任した。1997年、日本再建信用銀行の陶取に就任した。 1998年12月、日本債券信用銀行は経営破綻と認定されたため、金融再生法により特別公的管理下に置かれた。その後、1998年3月期決算時の優化証券報告書に不良債券約1600億円を記載していなかったことが発覚し、粉飾決算との疑いが指摘された。当時の頭取だった統合は、 東京地方検察庁特別捜査部により、証券取引法違反容疑で逮捕された。東郷は無罪を主張したが、2004年5月、東京地方裁判所は、東郷に対し懲役1年の有罪判決を下した。東郷は控訴したが、2007年3月、東京高等裁判所は、東郷に対し懲役1年の有罪判決を下した。しかし、これらの有罪判決に対しては、 当時の不良債権処理の実態を反映していないとの批判も根強い。さらに、被災銀事件と同様に不良債権未記載が問題視された、超銀事件では、最高裁判所が当時の日本長期信用銀行経営陣に対し、無罪判決を下している。そのため、被災銀粉飾決算事件についての、最高裁判所の判断が中止された。年月日、 最高裁判所は、東京高等裁判所の有罪判決を破棄した上で、被災銀粉飾決算事件の審理の差し戻しを命じた。2011年8月30日、東京高等裁判所は、東郷に対し無罪判決を下した。この判決を受け、東京高等検察庁は、上告を断念したため、東郷ら3名全員の無罪が確定した。同年9月13日、 東京高等検察庁次席検事の伊丹敏彦は、明確な上告理由が見出せず、上告はしないこととなったとのコメントを発表し、東郷は、当時の我々の行動、被災人の皆さんの努力が正しく評価されることを期待したいとのコメントを発表した。また、東郷らの弁護団は、破綻の責任を経営者個人の責任にすり替えた、事件、立件に正義はなかったとした上で、 検察庁と裁判所は3人の人生の晩節を奪った責任を自覚し、反省を求めたいとのコメントを発表した。シアターテレビジョンでは13年もの裁判期間を経て2011年8月30日、逆転無罪判決を獲得。記念して無料解放を実施いたしますとのコメントを発表し、過去に東郷が出演した番組を無料で動画配信する措置を取った。 また、東郷が経営陣の一員として名を連ねる日本ラットでは、会長の大塚隆一が日本ラット経営陣一同は、当社経営幹部である東郷の無罪判決獲得を受け、社業の発展を通じて、より一層社会に貢献していきたいとのコメントを発表した。日本再建信用銀行の頭取を退任した後、東郷は、 エアロゾルの製造販売を手掛ける大阪造船所に移った。代表取締役に就任し、2000年より社長を務めた。大阪造船所が大造に移行した後も、引き続き代表取締役及び社長に留任した。オムロン株式会社や学校法人産業能立大学から株式会社インテリジェントスクエアを買収すると、自社の情報システム事業部を分社化してこれと、 統合させ、新たに株式会社ディアイスクエアを設立した。また、株式会社スカイピアを吸収合併して新事業に進出するなど、大蔵グループのリストラクチャリングと M&A を積極的に推し進めた。また、中部大学大学院工学研究科教授の武田、国彦が司会を務める対談番組などにも出演している。2009年、大蔵の社長を退き、 顧問に就任した2010年日本ダットにに移り執行役員としして副社長に就任した日本ダートでは取締役社長を務めていた長岡人氏が同年4月12日に取締役副社長に退いており、それ以降は社長が空席という異例の事態となっていた。その間、日本ダットの代表権を持つ大塚隆一が、 会長として経営を指揮した。同年6月25日、東郷が副社長から社長に昇格した。これによって日本ラットには2月期ぶりに社長が誕生することになった。社長退任後は総括執行役員として同社の管理本部にて本部長を務めた。2012年より北海道医療大学を経営する学校法人東日本学園理事長に就任し、 現職。ありがとうございます。